こんにちは。今回は最近注目されている昼間のイカメタルをご紹介していきます。昼間のイカメタルのメリットなんですけども、主に3つあります。まず1つ目ですね。1つ目は、まず明るい時間帯に釣りをするってことで、夜と違ってね、帰りも楽だし体力的に楽っていうのが1つあります。2つ目は、周りが暗くないですね、明るいっていう状態なので景色がしっかり見えるので船酔いをしにくいっていうのがまず2つ目にあります。で、3つ目は、意外と棚が海底付近って決まってるんで、落としたら釣れるっていうのは結構簡単な釣りではあるので、イカメタルの夜のね、レンジを探るよりは非常に釣りやすいのが昼間のイカメタルの特徴です。メタルスって、もしくは重り具の重りの重さなんですけども、基本的には海底の海底付近を狙うんで、底が取れる重さっていうのを選んでください。で、水深とか潮の速さによって変わるんで、そこはね、注意しながら選んでください。でも分かんなければ船長の指示もしくはアドバイスあると思いますんで、それで選んでもらえればいいと思います。で、基本的に潮が緩い時っていうのは、メタルスの方が比較的有利になること多いんで、だいたい20号から30号ぐらいが標準です。で、潮が速い時っていうのは重り具をメインに使って、だいたい30号から40号ぐらいをメインに使うことが多いです。日中のイカメタルをやる場合に結構効果的なのがこの K 村カラーですね。日中はこう水中の中に紫外線が多く入ってるんで、こういった K 村がしっかり光ります。なので、こういう時にね、イカが非常に寄ってきやすいので、こういった K 村カラーを使うと超過アップにつながることが多いんで、いろいろ夜光も試しながらこの K 村メインでやってもらうといいと思います。投入には遅れないように投入していきます。で、なるべく竿は下げて、糸の抵抗を減らしてあげて、早く着底させます。で、着底したら根掛かりしないように1メーター上げて、まずはステイですね。ここで当たり待ちます。イカの活性高ければこれですぐ乗ってきますか。ここで触りなければ、ちょっとシェイクですね。ここでちょっと釣ってをアピールします。この昼間のイカメタルの場合はこのね、シェイクを結構対応します。棚が狭いんでね、探る幅は狭いので、このシェイクをして釣ってをアピールします。基本的に誘い方は誘い下げるのと誘い上げるのと、あとはシェイク、この3つを組み合わせながら探っていくんですけども、基本的に狙う棚がだいたい海底から5メートル付近なんで、そのあたりを重点的にこの3つの誘いで探っていきます。当たりました。はい、ましたね。今浮き上がったような当たりですね。やり取りはね、通常のイカメタルと一緒でテンション一定に保ちながら巻き上げてきますね。結構水面近くになると明るくなるんで、暴れるんで、その時だけね、少し注意しながら巻き上げていきます。よし、感じで、はい、来ましたね。今はこれ K 村カラー、日中なんかこの K 村カラーっていうのが比較的効果があるんで、K 村カラーベースでスッテのカラーチェンジをしていけば
結構消化アップにはつながると思います。当たりがなければちょっと5メーターぐらい上げ、5、6メーター上げて、もう一回落とし直します。結構日中の場合はイカが擦れやすいんで、なるべくね、擦れさせないように一回イカの視界から吸ってとかエギを消してやることが大事です、ね、でまた回転ついたら1メーターほど巻いて一回捨てですね。あとは誘い下げたり、あとはシェイクしたりして探っていきます。潮がね速くなってきたんで、重り具の方に変更します。ね、潮が速いとイカメダルだとどうしても仕掛けが安定しないんで、このエギが安定しやすい重り具を使う方が有利になることが多いです。ではね、重り具の方を投入していきます。なるべくエギと重りを離してね、投入していくようにしていきます。そうするとね、お祭りすることないので、そこだけ注意して投入していってください。あとはボトムまで落としていきます。なるべく潮が入るときとかはこうサミングをしながらね、少しずつちょっとスプールで指で押さえながら、糸があんまり余計に出ないように対応していきます。で、回転についたら1メーターまずね巻いて、だいたいリーダー分ぐらい巻いて、一回そこでエギが馴染むまで待ちますね。だいたい5秒ぐらい経てばしっかり馴染むと思います。でそこからは巻きじゃくりでまたステイですね。だいたいステイの時間はその時々によって違うんですけど、だいたい3秒前後、だいたい2秒から5秒ぐらいでやってもらうといいと思います。当たりなければどんどん探っていきますね。重り具だとエギが1個なんで、少しね棚を探ってそのいるところにうまく当てていかないといけないんで、細かくではあるんですけど1メーターぐらいずつね上げながら探っていくといいと思います。お、今触りましたね。重り具の場合は結構しゃくったら乗ってたとか、押さえ込まれた時に乗ってたとか、こういうのが多いんで、常にイカメタルの浮き上がるような当たりはほとんど出ないので、竿先押さえ込まれたら合わせ入れるようにしていきます。もちろんね、当たり出ずにしゃくったら乗ってたっていう時もあるので、この巻きじゃくりとかしゃくった時のね重さっていうのは注意しながらしゃくってください。かかったらもう一定のスピードでテンションを保ちながら巻いていきます。水面まで上がってきたら、まず重り見て、イカのサイズ見てですね、大きかったらあまり無理に竿で抜かないようにして糸掴んでと、あれですね、重り具だとちょっとサイズがいいサイズになってきました。今ケムラ系がやっぱりちょっと引いてますね。投入合図があったらすぐに下ろすようにします。船の流し方がね、いろいろ昼間のイカメタルってあるんですけど、この大吉丸さんの場合は反応に当ててやる流し方なんで、基本的にこの投入の合図を遅れないように落とすのが大事です。あとはドテラ流しだったりとか、エリアによってですけどね、ドテラ流しだったりとかパラシュート使って流す時もあるんですけども、そういう時でもイカが下に入ってきた、船に入ってくる時間って一瞬なんで、なるべくねそのタイミングは手返しよくやっていくのが重要ですね。昼間の場合はそんなに夜のように光を焚いてイカを寄せる場合ではないので、船に下に通るっていうのが一瞬なので、その、ね、一瞬の地合いを逃さないようにするのが重要です。
今回は昼間のイカメタルの方をご紹介させていただきました。まあ、釣果の方もね、まあ、ほとんど夜と変わらないぐらい結構な釣果が出て、まだ帰ってきた時間もまだ昼過ぎなんで、まあ、これからね家に帰って、まあ、夕飯のおかずにもなるような時間帯です。ぜひね、昼間のイカメタル結構簡単だと思いますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。船釣りをする際には桜マークのついたこちらのライフジャケットの着用が義務付けられています。確実に着用して乗船するようにしましょう。また船上では船長の指示に従い、ストーク中に立ち歩いたり船べりに座ったりというような危険な行為を控えて、快適で安全な釣りを楽しんでください。